月刊ムーとあなたをつなぐムーチューブ、つなぎ役は私みーこです。よろしくお願いします。そして注ぎ役は月刊ムー三上編集長です。よろしくお願いします。そして今回もムーミンクラブ無限中クラブの方はリアルタイムでご覧いただけていると思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。まあ、同時配信ということでね、はい、なかなかトラブルなんか、ね、オンタイムでうまくいかないみたいなこともありますけども、ね、これもまた含めてね、そうですね、このライブ感を味わっていただければ、10分推しですがぜひお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。まあね、はい、この6月入ってもね、なかなかね、そのコロナ禍ですか、はい、もうまあいろいろな自粛は緩和されたとは言うけれども、まだまだですね。そうですね。なんかね、いわゆるこうロケとかね、取材とかね、徐々にって感じですよね。なんとかね、早く収束してほしいっていうところですが、まあというわけで今回もですね、無観客、そうなんですよ。無観客試合みたいなね。無観客試合ですから、なんかね、スカっていくような感じもありますけど。ね。でもまあもう見えないね、観客の方々がいっぱいいますからね。リアルタイムでご覧いただいている全国、全世界かもしれない。全世界の。まあムーミンクラブのね、幽霊部員の方々はまさに幽霊として来てるみたいなね、そのぐらいのなんかね、勢いですよね。感じますよね。はい、オーラを感じておりますので。リモートワークとか言ってんじゃねえみたいなね、もうバイロケーションですよ、もうね。そうですね。もう幽体離脱してここにいるみたいなね。もう皆さんの気をバシバシ感じておりますので、はい、よろしくお願いします。まあね、ちょうどね、前回はね、産休ということでみーこ様は、はい、やっと復活というか。あっという間に復活。大丈夫なんですか？大丈夫です。ね、前回はね、正木お姉がね、ピンチヒッターということで、MC を務めていただきましたけども、まあその1ヶ月、まあ2ヶ月か、この間にね、めでたくお子ちゃまが、もう名前決めておりましたからね。そうなんですよ。決めてました。こちらとしてますよね。ムー太郎くんということで。ムー太郎くんいかがですか、その後、その後と言いますかですね。実際本当にね、名前太郎くんなんで。太郎ね。すげえよな。コードネームが先にやってムー太郎でね。太郎っていうファースト、今時太郎みたいなね。なんでそうシンプルにしたんですよ。自分で人生をこう色付けしていくっていう意味ですね。最初。ごめん、言ってる意味がよくわからない。ほら、シンプルだからこそ。自分の生きていく人生において好きに色をつけて生きていってくれたらいいな。最初義経も迷ったんですよ。義経？はい。チンギスハーンとなって。ああ、そういう。だったら最初牛若丸じゃねえのか。それは。ほら、そんなに変えれないじゃないですか。でもね、昔の人はね、とりあえずなんか太郎、一郎、二郎ね、名付けといて、元服の時に改めて名前をつけるっていうね、ありましたけども、だから言ってみれば太郎ね。そうですよ。なんか太郎って言うとウルトラマン太郎って感じですね。いろんな太郎がいますけど。懐かしいですよね。もう昭和ですよね。今なんかウルトラマン太郎の息子の時代だからね、ウルトラマンタイガーってね、今映画をやるっていうね。あれ息子なんですね。息子なんですよ。だからね、特にね、あれですよ、ウルトラマン太郎、お父ちゃんがね、悪の心を持ってね、息子がね、親父とね、戦うっていう、太郎対タイガーっていう大変、そこにね、ニュージェネレーションのウルトラマンたちがガッとくるっていうみたいな、スター・ウォーズみたいな感じで息子と戦っちゃう。まあお笑いの世界もね、第何世代とか言ってますけどね、だからね、太郎くんですか、いいですよね、なんかこう新鮮ですよ。覚えやすい。太郎そう、太郎覚えやすいしいいじゃないですか、みんな。平成でこれだけキラキラネームがある中で太郎いいぜ、一番キラキラしてると思います。逆になんかね、平成でね、生まれ育った人がそれってキラキラネームじゃんみたいな、逆キラキラ、逆キラみたいなね。いや、シワシワっていうらしいですよね、昭和のネームはね。昭和ね、シワシワネームね。えん幽霊の声ありましたけど、いや太郎いいですよね。でも太郎っていわゆるその有名な一郎二郎のその郎じゃなくて、朗らかの方。そう、やっぱり生命判断とか。嘘だね。信じるじゃないですか。いや、信じるとか調べたんだ。調べましたよ。太郎はだってもう太郎でしょ。いや、そうか、名字とこう比べて、そうそう、こっちの上の方とか真ん中の方、天地人とかって言うんだよね。難しいんですよ。一個一個数字、画数がね。画数、いやもう本当に流派によってもなんだかんだ違うしと、本当に。占いの世界って、ね、漢字って言うけどね、漢字もいろいろこうね、異体字ってありますからね、はい、例えば龍っていう字もね、こっちのこう恐竜で使う龍、簡単な方の字と、うん、難しいの立つっていうね字、両方龍であり立つじゃないですか、うん、いろんなね。だからあれですよ、その人名にどういう字を使うか、はい、まあ今はね日本だとね制限されてますけどね。あ、そうなんですね。で、まあ使っていい字だから何でもいいやってってね、昔は何ですよね、悪魔ちゃんありましたね。もうなかなかこだわったけどね NG ということになりました。そうですよね、やっぱりね。で、太郎あれですか、太いにほがらか、考えてみると、太郎太いにほがらか、あれこれ太いにほがらかって良いに月ですよね。そうね、良い月なんですよ。ということは太いに良いで太良町。そうなんです。ね、私の生まれたというか育った町が太良町なんですけど、佐賀県の、はい、UFO が見える。UFO 見れるんだから。UFO が普通にね。そうそう、飛ぶ。近所のおばさん、秋の見たよ UFO がっていう。はい。ちゃんと住民たちで考えたキャッチフレーズが月の引力が見える町太良町って。ああ、有明ですもんね。そうついてるんですけど、知らずに画数で本当に太郎ってつけたら、よく見たら「たらの月」って書いてあって、なるほどね。あ、やっぱり後から気づいたの。後から本当に気づいたんですよ。だから潜在的になんかそっちの方に導かれたというか、導かれてるとか、そういった自分で色つけろよって言ってつけたんだけど、やっぱり自分の母親の思いがこうもう ついちゃってるんだなと思って。、ね、父親の思いじゃないんだね、そこはね、なかなかね。いや、本当は父親の思いからつけたりもしたんですよ。でも不思議だなと思って。太良町、有明海に面しているんで、まあ、有明っていうとね、潮の満ち引きがこう、ね、すごい激しいんで、ムツゴロウね、日が当たりがあるとか、そういう意味でその潮汐、潮の満ち引きっていうのは月の引力だぜ。だから月を感じる、月の重力、引力を感じる街っていうことで売り出したのが太良町。そんなに宣伝していただいて。太良町の月、ね、あれ何、ゆくゆくは太良町のなんか町長選挙に出るとかなんかそんな野望というかね、そういうね、まだね足も踏み入れてないですけどね、太郎くん、ね、コロナ疎開できなかったですから。名前が全てだからな。そうですね。なので名前って不思議だなと思って、そうやってもうね少しずつ。だってそもそもね、名前っていう字、はい、なっていう字あるでしょ。はい。これなって、ね、なこれ太郎だから。お太郎でしょ。太郎ですね。名は太郎。はい。本当だ。いや、そうなんですよ。名前って本当ですね。太郎ですね。あれはね、三日月に口をと書いてね、象形文字としてね、夕暮れにこう叫ぶ、それが名前である。なんかちょっと薄暗くてね、わからない時に叫ぶ、呼びかけるのが名であるっていう。ああ。じゃあ今後もね、だからね、よくね、字なんかで月があるとね、肉月。はい。ね。腹筋の腹とかね、はい、はい、そうそう、これも月だからってね、だからこっちの字を肉好きのね字でもこれでもムーンこっちの月の意味でね占ってる方もいますけどね、あら漢字分かってらっしゃるのかしらみたいなね、あれですけども、そう思ってみたらそのね、太郎ちゃんのね、ほがらかっていう字のこの月は、はい、あれ肉付きじゃなくて本当にムーンなんです。そうなんですよ、月なんですよ。ムーン。ムーン。ムーン。ムーです。ちゃんとムーン。そうですよ、子供にちゃんとムーン。ムーン入れましたよ。なかなかやるね。いい名前ですね。そう考えると無意識だけどすごいですね。そうやって。無意識だから。無意識だから。本当にね、はい、無意識に、はい、そういう感じで。いや、楽しみですね、もうね。ね、ちょっと早く。あ、4月生まれということですね。はい、4月23日。じゃあいわゆる遅生まれみたいな感じですかね。はい、うん。じゃああれですね。新月生まれなんですよ。新月。そうそう。ムーだけど月はゼロっていう。まあでも新しいね、うん、はい、いい角で。なるほどね、それなかなかいいですね、はい、今後は楽しみです ね、 なんかね、ちゃんともう四柱推命から何占いからもう全部調べに調べ本当に調べてもう本当オカルトだ なもう好きだなって、ね、本当に改めて自分の好きさを分かりました ね。ただまあ、この界隈では普通にムー太郎ですからねムー太郎、はい、ムー太郎元気にやっております。よろしくお願いします、ね、物心ついた時びっくりするよね。なんでムー太郎なんだろう自分はみたいなお母さんなんでムー太郎って呼ばれてるのそうですね、それはね生まれ持ったものよっていうね、はい、お札の数見ればわかるでしょっていうそういう形で、うん、分かったじゃあ大きくなったらムー太郎っていう名前に変えるよみたいなね戸籍も変えてほしい。戸籍、本当です、ね、もう本人の好きにしてあれ だからさ、名字があるじゃない、うん、名字があって、じゃあミドルネームをムーにすればいいね。ミドルネームなんとかムー太郎にすればいい。ムーいいですね。ありあり、シークレットネーム、ホーリーネーム、ホーリーネーム、はい、続けて言うとムー太郎っていう。好きなねはい、ものを信じてもらって構いませんからね、はい、じゃあそれミドルネームでムー入れていきたいと思います、ね、将来が楽しみです、はい、もう絶対ね不思議な子に育つと思いますよ。期待しておりますよ、はい、よろしくお願いしますね、はい、面倒見てください、はい